はいどうも、ケイキングです。今日はですね、桃太郎電鉄、続きやっていきましょう。佐久間3人と100年勝負やってます。おお、一気にね。はい、いきなり。今からちょっといろいろ状況確認というかね、しようかなと思ったんですが、ゴールしましたね。はい、青がゴールしたと。で、全物件制覇、終わりました。で、あとはね、もう鉄道買うだけなんですよ。いや、ほんとね、鉄道買ったらね、もうクリアっすよ、これ。全クリ。桃鉄にそんなんないやろとかね。いや、あるんですよ。全クリです。俺中じゃ。で、ただ100年をやります。とりあえず、今のさ、場所。まあ、緑もいましたね、今ね。ちょっといろいろ確認させて、今。どうなっとるかだけ、まあ、こいつが一丁持ってて、あ、俺ここにいるんですね。で、今4丁持ってると、まあなんか買うのもありっすよね。とりあえず3丁か、次が5丁、まあ上から順番に買おうかなと思ってるので、まあ、とりあえず買います。それか、まあ、バリンバリン割るのも楽しい。いや、もう行こうか。ゴールできますね。はい、できます。ただ、ちょっと先にね、買っときます。はい、これは買っとこう。よし。はい、まあ、こんな感じね。まあ、どんどん取っていきましょうよ。ラストが8億か。はい、終了。8億 ?8 兆や。まあ、それが一番いいよね。よし、じゃあカードバリンバリン割っていきましょうか。緑買ったね、カード。まあ、特性霊とか割ってもしゃあないですよね。まあ、剛速球カードがね、楽しいんですよ。お、新幹線買ってきた。よしよしよし、じゃあ割ろう割ろう。ただ赤もそんなカードないんか。割る必要ある？今いいか。まあ、とりあえず、エクトリロイヤル使って、まあ、特にすることないですよ。まあ、ナイスずっと行くとかさ。そうやね、特にね、することないんすよね、マジで。ナイスでも行きます？来ますよね。あ、でもまあまあいいのありますよ。サミットもいいね。特急。ナイスカード駅でいいの引いたことないんやけど。サミット、まあ、冬眠とかもね、欲しいっすよね。さあ、お新幹線をすぐ使った。まあ、こいつもカード持ってない。面白くないっすね。ちょっとこいつらカード増えてからね。あ、ぴったりカードは割りたいね。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ありがたい、ありがたい。まあ、ありがたいっすね。まあ、暇なんでどんどん目的地行くか。あ、おいどん来た。おいどん来たけど、ここはもう、すぐゴールしちゃいますからね。ふんわり飛んだね。ふわーっと飛んだね。まあ、ロイヤルでもうゴールして、これいったかな。いきましたね。はい、いきましょう。
追い丼ももうすることないですからね。物件持ってくることはないですし、あ、本当軍資金が足りないっていうのか、もう目的地行くか、チェストっつって。もうあれしかないですよ。よし、ここもじゃあ俺がもらおう、目的地は。で、佐久間カード揃ってきたら、剛速球投げて、まあ、ちょっと楽しみたいなと思います。さあ青もね、もうサイコロ振るだけと。おお、望みカードね。はい、こいつもまあサイコロ振るだけつけたね。まあこの辺にみんないますし、これはねちょっとリニアで一発ゴールしよう。これいったやろ。はい、もうこれいきます。いや、黄金列車ですからこれ。もう負けるわけないじゃんこれ、ゴールド仕様が。さあ連続ボーナスで稼いでこう。いいんじゃないですか。俺近いっすよ。この百式仕様でね。まあ次もリニアでもうゴール目指そう。誰よりも早く正確に。もうほんと決算待ちなんですよ。本当決算までさ、することないよね。あー厳しくなった。最近返してばっかじゃない。さあ、リニア、これはいったかな。いったかなってか全然じゃん。足りてないよ。何マスやった？ 36 か。あ、ここ寄って、まあ寄る必要ねえな。宝くじ。あ、ここ行きます？はい、これで。とりあえずちょっと連続ボーナス狙いたいですね。ただ回ってゴールしづらいんですよね。付き合いスタート。あ、こいつらカードないからな。めんどくせえの買ってきたな。割る？いや、俺がゴールしたい。ここはリニアで。行ったか。行けんよね。あ、でもダビング行けますね。ダビングが面白いかな。まあ、福袋とかもちょっと開けたいんですけどね。ダビング行きます。はい、まあここはやっぱり剛速球ですね。で、まあロイヤルがいらないですね。はい、これでゴール。もうちょっと緑とかがねカード手に入れたら。まあ割ってもいいね。まあ、こいつは特急手に入れて、まあ、ぴったりもあっ
って、飛んでへんあって。望みいらん。とりあえずカード手に入れろ。ぴったり使ってきた。もう何でもいいです。列車は絶対ないやろ。列車って50年目までなんですかね。なんかそれくらいからもう出てきてないですよね。いやまあここでいいんすけどね。使う必要ない？一応使っとく。暇ですしね。投げたいやろ大リーグボール。マジ？ああ持ってないんだっけ。そうそう青持ってないんですよ。緑もね、そんないいのないですからね。よし、まあいいんじゃないですか。さあ、11月。青、逃げろ。赤、追っかけろ。デビルか。デビル系の詰め合わせやろ、これ。そうやろそうやろ。これ初めて来ましたね。これマジ嫌っすよね。これねカード枠生まれてたらきついっすよこれ。さあどうする。ちょっとリニアでも振って楽しもうぜ。ああここはいけないか。じゃあまあ一応ゴールしときます。佐久間カード持ってないですし、まあ楽っすね。でこんだけ偉人もいたらもう楽ですよね。さあ信玄、筋が先やがった攻めよう。まずいぞこれ。これ結構まずくないこれ。これちょっとまずいよね。ゴールはないやろ。赤どこ行ったっけ。赤青が8マスでまあゴールはない。赤でも結構近かったよね。11。 OKOKOK 大丈夫大丈夫。ああボンビラス行っちゃいました。なんか後半なったら増えてきましたね。ここ行くのでボンビラス、はい、ただデビルはもういなくなりました。また返す。そうやね。まあリニアでも使っていきましょうか。信玄はい行こう。ゴールデンの飛行機もなかなかいいんじゃないですか。まあちょっとでも金稼いで鉄を買う。もうほんとそれだけ。まあ今どんどんねあの目的地行きましょう。あいつボンビラス行ってますし、俺だけ離れてるとかね関係ないですし、
もうガンガンゴール狙っていきます。テントリア、ストライカーとしてねゴール狙っていくよ。行きましょうかね、一気に。まあ次リニアでゴールして、2月、俺左やと思いますね、これは。あ、まっすぐ行く。まずはね、王道の真ん中からね。あ、デビルカード。あ、大したことない。まあ、金持ってますしね。さあ信長来た。割るね割るね。使っときましょうか。まあここ回りやすい、いけるでしょこれは。これいったやろ。よし、オッケー。さあゴール。まあ、次も基本ね、俺がいけますよね。まあ、大体どこでも。まあ、カード持ってないですし、スペシャルカード来たね。ここ!いや、いけんわ。緑おるわ。緑一発いくんじゃない?よし、外したか、とりあえず。ならいけるかもしれん。まあ、こいつはもう問題ない。ただどの佐久間も金だけは持ってますね。ちょっとそれでゆっくり行こう。ゆっくり楽しもう。旅行みたいなもんじゃんこれね。ボンビラスでお外れ。ここはちょっと近づこう。ここは近づいて、まあリニアでぐるっぐる回ってゴールと。違う、スペシャルカードもらったやつ。さっき行こう。確実に。よし、いいですね。これで4連続。ほんとコツコツやな、これ。あー、まずいな。次、緑ゴールするかもっすね。佐久間は運上がってますからね。位置出しそうやね。さあ決算。はい、まあまあこの辺はオッケーオッケー。まあ次の鉄道買いましょう。それ難しすぎるって。そう、滝の名所を回るとかさ、難しすぎるって。しかも1500とかでしたっけ。
なんかそれくらいですからね、もらえるのも。さあどうだ、絶対外れ、もうこれ間違いない、外れやろ、これは頼むぞ、閉じろ、マジ？もう戻ってきたこいつ、もっと楽しみやかったのに。レアさで言ったらなかなかレアじゃないですか。ね、レアな旅行ですよ、これ。そうか、戻ってきたか。義経来い、義経。よし！緑やね。オッケー。これならいけるかもしれないです。ここ一発リニアで行くのもありなんですが、あいつ止めることできたので、まあ、一旦北海道行って、まあ、リニアからのスペシャルとかね。まあ、でも止めてますから。ちょっと余裕あります。え、こいつカード持ってない。赤も持ってない。なんか拾うかもしれない。お、やるやん。キングボビーで金奪ってほしかったよね。で、ここはリニアで行きましょう。これ行ったやろ。行ってないか。ここはそんないいのないですね。まあ、スペシャルズカードでゴールできるので、まあ、黄色とかはやめとこうかな。まあ、デビルとかね、まあ、めんどくさいですし。そうだね。はい、終了で。なんか絶好調になったかと思うよね。あの音ね。ちょっと鉄道を買いに行きましょう。毎年一つ鉄道買う。そして90年に入ったらもう流すだけ。さあがっつり買いましたよ。まあ、金持ってるとこれがありますからね。せい、さあここはゴールやね。はい、ここはゴールしてます。さあまあちょっとでもね増やしとくと。お、ありがて、これはありがたいっすね。そうやね、スペシャルズ捨てるか。まあ、結構使いやすいですけどね。ここ近いやついないですよね。大丈夫やね。青はまあカード持ってん大丈夫。赤がカード持ってるちょっと怖いくらいですかね。赤がまあすぐつくかもしれない。ニーニャ使ってきたか。青につけた。青やろ。ただこっちまで来たか。まあここは近づこう、とりあえず。どこやったっけ、わかめやったっけ。
まあ次リニアでね狙いましょう。はい、計算通りです。びっくりしないの、何も計算通りですか。うっせぇやろ。前さ、こうやってこうぶっ飛びで飛んできて目的地入ったらさ、なんかゴルフみたいな演出で、あれちょっとどの桃で使か忘れたんですが、なんかホールインワンみたいな演出、ホールインワンみたいなあった気するんすけどね。よし、まあちょっと遠いんですが、ただまあ緑が動いてきてリニアか、残り31。いけるかな。まあ青は問題ないんですが、まあ赤結構カード揃ってる。青がカードね、なんかちょっと買ったらさ、剛速球投げたいんですよね。さあこれつけて一気に向かうか。まずい、まずいな、こいつゴールするな。まあとりあえずまあ東北行きますか。まあ、とりあえずこうっすよね。次回ってくればねリニアでいけると思うんですが、よし、とりあえずまあ緑は帰った。9月、あちょっと鉄道も早く行きたいですね。よし、順調、6兆持ってます。オッケー、サイコロ振ったか。よしよしよし、ただ次6でゴール、6多分出すと思うんですよこいつで、このチャンスにかける。オッケー、ここよし、まあまあ出たんじゃないですか。これいったやろ。マジでこれいかん、マジかわしたね。鉄道行きましょう。まあ上からね。マジでか。お、まあキングボンビーでしょ。よし、オッケー、待ってました。もうガンガン金取ってこ、あといらんカードを押し付けよう。さあこいつもここまで来ましたね。うわー、これ確実にいく、これはいったね。ですよね。いきますよね。はい、緑佐久間。富山か。よし、じゃあチューリップでも見に行こう。近づくかな、近づいとこうか、氷見まで行っとこう。さあここどうしますかね。剛速球、いやちょっとリニア使って結構出ましたね。まあゴールできるんですが、刀狩り剣の回っつって、ここここいけんの、こんだけいけて。そうか、ここよく行けるんですけどね。ここいいのないんですよ、これ。刀狩りちょっと狙いたいっすね。ここは？ここも良くないよね。
ゴールか。ただゴールしてもいいんですが、これキングボンビーがちょっと怖いっすよね。ここでゴールすると宝くじ行こうか。もうたまにはなんか5か6しか見てないっすよねこれね。5か1等とか結構さ来るんすかね。1000億くらい来る。お久しぶりじゃない金。がっつりいこう、がっつり30個いこう。1000億か。まあ、大したことないっすね。赤も1兆くらい持ってますし、1000億じゃねえ。あれが強いか、あの赤マス、今まで止まったね。さあ、ロイヤル。ゴールした？よしよしよし。オッケーオッケー。ただ、ベビーキュラー持ってないんですよね。さあ、ベビーキュラー持ってないですからね。さあ、持ってないんですよ。よしよしじゃないよ。これも結構出ましたね。一回ゴールしとこうか、ここ。刀狩りもまあいけるんですが、一回ゴールしとこう。はい、ゴールで。もう緑は金持ってないですし、まあ、緑以外にちょっとつけとこう。これで青っすよね。よし、OK。はい、青につきました。よしよし、問題ない問題ない。緑そこまで行く。この辺のイベントはねもう俺しかないですからね。ぴったりつけたよ。いいもん買いましたね一気に。ここで使ってくる。そうか、ナイス。これはありがたい。ここはまあちょっとまあ向かう、まあゴールでもいいか。赤につける、赤につけるのもありやね。そうやね、まあそれが良さそうやね。はい、じゃあゴールいきます。さあ次緑について。緑か、緑カードなかったっすね。結局緑が終わったか。まあまあいいんじゃない。おお今日はね、よしよしよし、30個ね。喜んでます緑も。これはやっぱ10個よりやっぱ30個振りたいでしょ、やっぱね。
これ今までプラスのとこしかやっぱ来ないっすね。まあ今回の桃鉄、プラスのとこしか来ないですかね。マイナス来ないですね。東京のあたりとかで振るとね、結構赤字とか出てたんですけどね、昔ね。被害結構でかかったんですけどね。さあ、ボンビー俺か。やっこでいいよ。これもうリニアで行ける予定なんですよ。しょぼい。今俺が遠くて、まあ緑か。緑につくんか。緑につく感じか。まあいいです。あ、連続ボーナス。スペシャルカード持ってきました。まあいらないっす。近い。赤がゴールするかな、これは。まあ、回りやすいんですよね、ここ。これもほんときついよね。のぞみ。最近ここまで来た。よし、赤サイコロか。まあ揃ってますね、こいつカード。じゃあここはさ、もらおうよ。これいきました、これ間違いなく。マジ？うっそやろ。うっそ。回っていけるやろ、ここ。いけません。そうか。じゃあ、どこも行きたくないっすね。どこも。宝くじやろ。一等狙おう。即ボタン押してみよう。やっぱ56やね。さあ金。まあまあ1000億くらいですね。3月。あ、これはゴールしましたね。したやろこれ。してない。赤が外してくれれば大チャンス。 OK、 サイコロ振るならいけますよ。もう一回回ってきた。どこ落とす？よし、ちょっとこれリニアで。これはいったでしょう。これはいってない。じゃあじゃあつっても行きたいとこないですね。ダビング？いや、ダビングとかはいいです。とりあえずこの辺にいたいですね。はい、これで。戻りそうやね。戻った。はい、そして決算。まあ特に動きはなく、まあここからこんな感じになると思います。
はい、天下統一続いてます。はい、43兆か。まあまあまあ、これはまあどれくらいでもいいんですが、あとはとりあえず鉄を買うだけということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。